さあ、スタートしました。決勝レース、13台でスタートしています。さあ、特殊団は間もなく最終コーナーに本日、カーナンバー1番。さあ、カーナンバー1番は CJB の高川選手が特別か。そして2番手にはカーナンバー5番。さあ、ワンダーズライディングが分けています。3番手にはカーナンバー3番、8番ヒーローさん、シルバーのカラーリングのロードスター。そして、その後ろを続いたのが、こちら中山選手、カーナンバー8番が4番手まで上がりました。そして、ルゴナンチーム。7番、6番、13番、10番、11番、12番と通過で正解です。さあ、レースはまだ序盤戦1分を経過しております。さあ、トップ集団はまもなく最終コーナー、オレンジのカラーリング、カーナンバー1番、アスキー TV チームの高田選手がトップを走行、それに続いたのがカーナンバー3番の八幡ヒーロー、池内選手が通過しています。1番、3番、5番がトップ追で進行です。さあ、ホームステイトも行きます。さあ、上位3台に関してはこのまま宮城南部に出ても上位大列となるだろうから。さあ、これちょっと順位が勝ちるか。八幡ヒーローさんが前に来よう。カーナンバー3番、さあ、次は3つ続けたい。さあ、3番、1番、5番がトップ追で進行するか。その後ろを少し離されて、カーナンバー2番、ボランチームが続く。そして松田野間選手、現在5番手を走行。そしてその後ろに続いたのは松田高山選手が続きます。現在6番手。さあ、モデルアーツチームは現在7番手を走行中。カーウォッチチーム、ドライバーチーム、そしてドライバーズミーティングチーム、 4x4 マガジン、エイトバさん、そしてゲストカーが続きます。レースは2分20秒を経過です。さあ、トップマシンはカーナンバー3番、松田ヒーロー。チームは2、レースの5番が入ってますね。カーナンバー3番、第1コーナーを抜けて、さあ、バックストレートを通過します。シルバーのカラーリングのワシントン放送コース。そしてその後ろに続くのがオレンジのカラーリング。カーナンバー1番のアスキー JB チーム。3番にはカーナンバー5番。さあ、ワンダードライビングチームが続きます。3番、1番、5番が続いて通過。そしてその後ろ、さあ、周回遅れを挟んで、カーナンバー2番、ボランチームが通過。松田野間選手は現在5番手を走行。3番、1番、5番、2番、4番、トップ5、8番、9番、7番、6番、13番、11番、10番、12番と続く展開です。さあ、レースは3分を経過しております。残り、さあ、ここで残り50秒となります。おーっと、トップ接触しましたか。さあ、これでカーナンバー1番の高田選手が前にいた。さあ、レースは残り40秒。さあ、カーナンバー1番